スペイン代表 DF、日本代表に、わざと負けた、主張に反論、常に全てを出し切っている。スペイン代表の DF セサル、アスピリ・クエタは日本代表との一戦について振り返った。スペインはカタール。ワールドカップグループステージ第3節で日本と対戦。アルバロ、モラタのゴールで先制したが、後半に2点を許し、1、2と敗れた。 このパフォーマンスについて一部ではスペインがブラジルを避けるためにに通過を求め、日本にわざと負けたとも指摘される。だが、日本戦で先発したアスピリ・クエタは、僕は後半ベンチにいたので、状況は分かっていた。としつつ、全力を尽くしたことを明かした。ここ数年のグループを見れば、僕らは常に全てを出し切り、全ての試合に勝つためにピッチに立ち、全てのボールにプレスをかけている。その結果、同点にされ、 そのまま失点してしまったわけですがそれが僕らのやり方だ勝てなくて悔しい思いをしたのは僕らが初めてなので何が起こったかはわかると思う自分たちではどうしようもないことなので自分たちにできることといえば自信を持たせることと仲間を助けることくらいしかない引き分けかかてば予選通過ができることはわかっていたそれしかコントロールできなかったんだなお 2位通過となったスペインは決勝トーナメント1回戦でモロッコと対戦する。